ゆうてん TV をご覧皆さん、どうも。下水女の子は完全に正義、ゆうてん T でございますって言ってね、もうこのゲス T シャツを着てるときは当たり前のようにゲスにかけた始まり方をするよねっていう話だからね、一体今日はどんな言葉を発するのかとは、まあ、そういう風にてめえたちも期待せざるを得ないよねっていう話だよね。そしてこんなゲス T シャツを着ちゃうぐらい極めてるゲス20は、当然ゲスな女の子は大好物だよねっていう話だし、もし恥ずかしくてゲスな部分が出せないだったりとか、私は決してゲスくないと、まあそう思ってる君たちは、俺がそのゲスな部分を開発してやるから安心しろよっていう話だよね。まあ今回ね、このゆうてん TV を通してね、まあてめえたちにね、伝えたいのが、いよいよね、先日ビゴライブを始めてカオスな配信が話題になってた金子彩が彼氏とコラボ出演したと思いきや、まさかのイベント5位を取っちゃうと、いうことでね、もうある意味完全に快進撃が続いちゃってるよねっていう話だからね、まあこのゆうてん TV 撮ってるよねっていう話だよね。まあ、先日のゆうてん TV でも言った通り、まあ、金子屋はライブ配信アプリであるビゴライブでライバーとして配信をしてるわけなんだけど、そこで本人は全く新しい自分として再スタートを切りたいとは、まあ、そう言ってたにもかかわらず、依然としてテンチムの悪口を言ったりとか、ネットに出てる情報は全て虚言と言い張ったりとか、あとはファンに暴言を吐いたり、会ったこともない韓国人のライバーをいきなり彼氏と呼び始めたりとか、まあ様々な伝説を数日で作っちゃってたよねっていう話なんだけど、ちなみに今ビゴライブでは女帝イベントっていうのをやってて、そんなイベントがあると聞いた金子屋は、私こそが女帝だと、まあそう言い張ってその女帝イベントに参加してたよねっていう話なんだけど、まあやっぱり今までの知名度だったり、ビゴの他のライバーの女の子も自分の売名をしたいがためにめちゃくちゃギフトを投げまくってた子もいたよねっていう話だから、まあその結果その女帝イベント5位に入賞したと、いうことでね、もう完全にめでたさ極まりないよねっていう話だからね、今回この U20 はそんな金子屋のために、まあ完全に祝杯用意しちゃったよねっていう話だよね。じゃあ早速ね、お祝いを始めていきたいよねっていう話なんだけど、それでは金子屋さん、女帝イベント5位入賞おめでとうございます。意外と硬いなこれ。そしてね、まあ今後も5番目の女帝として、まあ頑張ってくださいと、まあそんな気持ちを込めて俺はこのルートビアを飲もうと思うよ。もう完全にサロンパスだね。まあちなみにこれ知らないやつのために説明しておくと、この A&W のルートビアっていうのは、日本だと例えば輸入食品を取り扱ってるような成城石井だったり、ドンキの一部店舗とかにしか売ってないかもしれないんだけど、コーラとちょっと似たような感じの茶色い炭酸飲料だよねっていう話だよね。それで味の方は簡単に言っちゃえば完全に飲むサロンパスだからっていう話だよね。まあそのせいなのか、結構日本人の中ではかなりこの飲み物を嫌いなやつが多いんじゃないかなとは思うんだけど、ただこのサロンパスも飲み慣れてくると、その奥にあるバニラの香りが結構やみつきになるよねっていう話だから、その境地にたどり着きたいてめえたちはぜひドンキでルートビアを何本も買ってみて、そしてうまいと思うまでぜひ飲み続けてみてほしいよねっていう話だよね。そして金子屋はその5位に入賞した喜びが隠せなかったのか、ちょうど昨日の夜インスタストーリーにも、まあ、そのことを報告してたよねっていう話なんだけど、ただそのインスタストーリーをよく見ると完全に矛盾しかない文言を発見しちゃったんだよね。っていうのも、それは何かっていうと、そのストーリーの上の方ではみんなのおかげで5位になりました、マジすごいと、まあ、そういう風に言っちゃってんだけど、どういうわけか下の方には、私毎日1位だし、いつもたくさん応援してくれてありがとうと、そういう風に書いちゃってんだけど、なんでてめえ毎日1位だったら最終5位になっちゃうんだっていう話だよね。もうその時点で1個のストーリーで完全な矛盾が生まれちゃってんじゃんっていう話なんだけど、まずいくらネームバリューがあるとはいえ、始めたばっかりのライブ配信で子さんのライバーたちに紛れて5位になっただけでもまあまあすごいのかなとは思うんだけど、そういう変なとこでてめえマジ意地張んなくていいからっていう話だよね。だから5位になったんだったらなったで素直にてめえ喜ぶよっていう話だよね。そしてさらにその結果を金子屋は当日のライブ配信の途中に知ったらしいんだけど、その際の発言がまたファンを失望させちゃってるよねっていう話なんだけど、彼女が何を言ってたのかっていうと、チリと60万円ぐらいの差でした。60万ぐらいだったら自分で課金して1位になりたかった。そういう風に言っちゃってんだけど、てめえのそういうところが原因でファンが離れていくんじゃねえのっていう話だよね。だしてめえのファンがいっぱいギフトを投げてくれた上でのその結果が5位なんだから、そんな金もねえくせに60万払って1位になりたかったとか言う前に、まずはギフトを投げてくれたファンたちに感謝するのが先なんじゃねえのっていう話だよね。
そしてさらにその前日の配信でビゴライブで知り合った韓国人の彼氏を呼んでるライバーを自分のところの枠に呼んでコラボ配信的なのをやってたんだけど、もうその配信を見てる限り完全にカップルと呼ぶには無理がありすぎると、そう言わざるを得ないぐらいの会話の噛み合わなさだったり虚言を発揮しちゃってたよねっていう話だよね。まあ実は俺もその配信をリアルタイムで見てはいたんだけど、その配信を見てたリスナーの中でも結構韓国語がわかる女の子がいっぱいいて、どう捉えてもその彼氏とされてる韓国人のライバーの男は金子屋の彼氏っていうことを認めてないということでね、一方的に金子屋が惚れてるだけだよねっていうのが明らかになっちゃったよねっていう話だし、金子屋に関してはその男にはもう怖くなっちゃうぐらいめちゃくちゃギフトを投げまくってるよねっていう話なんだけど、ただその男は金子屋の枠に来たところで全くギフトを投げる素振りは見せないということでね、完全にその恋が一方通行であることを証明しちゃってるよねっていう話だよね。そしてその彼氏がインスタを作ったとか言って自分のストーリーで紹介してたんだけど、多くのそれを見たやつからは金子屋本人が作り上げた偽アカウントじゃないかっていう風に疑われてんだよね。そうだからてめえはそんなことをしてまで虚しくなんねえのかっていう話だよね。こんなことをして一体誰得なんだっていうのがもう甚だ疑問でしかないよねっていう話だし、そのライバーの相手にもめちゃくちゃ迷惑極まりないよねっていう話だから、もういい加減粘着するのをやめたらどうなんだっていう話だよね。ただでも本当に思うのが、なんで金子屋はあえてビゴライブを新たな活動の場として選んだのかっていうのが結構不思議で仕方ないんだよね。っていうのも俺も過去に17とかでライブ配信をしてたことがあるからそれがわかるんだけど、ああいうライブ配信アプリってそのリスナーが投げ銭をしたポイントの取り分っていうのがかなり、例えば YouTube ライブだったりツイキャスとかに比べると少ないんだよね。だいたい YouTube ライブやツイキャスをやってそのスパチャだったりギフトをもらった時の還元率っていうのが実質 70% ぐらいだよねっていう話なんだけど、ただライブ配信アプリに関してはだいたい 15% とか多くても 30% にも満たないぐらいなんだよね。じゃあなんでそんな還元率が低い中でビゴライブをあえて選んでやったのかっていうのを、この下水くせに推理力しかないこのエドガー20が全力で考察してやるとすると、例えばライバー事務所を通すだったりとか会社主体がやってるオーディションみたいなものに受かることによって公式ライバーっていうのになれば、その投げ銭とは別に配信した分の時給が入るっていう契約になることが結構あるんだよね。だから金子屋は今までインフルエンサーとしての実績も結構あるよねっていう話だから、当然公式ライバー的な契約をしてるのかなとは思うし、インフルエンサー枠ってことで結構高額な時給をもらっててもおかしくはないよねっていう話だよね。ただ俺的に思うのが、そんなビゴライブをやるぐらいだったらてめえ YouTube ライブの方が稼げんじゃねっていう話だよね。っていうのも YouTube ライブだったら時給は出ないにしても実際スパチャの還元率はもっと高いよねっていう話だし、なんならそのライブ配信のアーカイブを残すことでまたそれを動画として見てもらうことで広告収入が入ってくるわけじゃん。だからなんでこれを YouTube ライブでやらなかったのかっていうのは結構不思議で仕方ないんだよね。まあでも YouTube ライブだと顔を盛る機能がないだったりとか、あとは規制だらけでできることも結構限られちゃうよねっていう話だから、まあそういう理由でビゴを選んだのかもしんないんだけど、でもかなり長い間 YouTube の更新は止まっちゃってるよねっていう話だから、実際今後はライブ配信一本で行くのかどうかっていうところも結構気になるところではあるよねっていう話だよね。まあそんな感じでね、まあ今回はね、金子屋がビゴライブでいろいろ暴れ散らかしながらもなんとか5番目の女性になったということでね、記念にこのゆうてん TV を撮ってるよねっていう話なんだけど、まあやっぱり金子屋に限らずライブ配信っていうのはまた動画と違った魅力もあるよねっていう話だから、このゆうてん T に関しても以前から多くのてめえたちが YouTube ライブをやってくれた、そう懇願するてめえたちの数もめちゃくちゃ多かったよねっていう話だから、今のところ考えてるのはおかげさまでもうちょっとでこのチャンネルも登録者が3万人を達成しそうなわけじゃん。だから登録者3万人目前の段階でライブ配信をするか、もしくは3万人を達成した直後にライブ配信をするかのどっちかで今実は結構考えてんだよね。だから特に生が好きで仕方ないんだと、まあそう思ってるてめえたちは今月中にもしかしたら生20が見れんじゃねっていう話だから、ぜひその日を心待ちに全裸待機してほしいよねっていう話だよね。そしてそういうライブ配信アプリに関しても不定期とか期間限定にはなるとは思うんだけど、今後要望があればそれもやるかもしんないよねっていう話だから、 YouTube じゃないところで生20が見たいと、そう思ってるてめえたちもいたらぜひコメントで教えてほしいよねっていう話だよね。
まあそんな感じでね、いよいよ女帝となってしまった金子綾の今後の展開も気になるよねっていう話だからね。まあまた今後も動きを追っていこうと思うし、昨日建国記念日も終わったっていうことで、YouTube 界にはあちこちで炎上フラグが立てられまくってるよねっていう話だからね。またそんな炎上フラグにガソリンをぶっかけて、燃やし尽くすのはこの U20 の仕事だよねっていう話だからね。また次回の U20TV も楽しみにしてもらえたらと思います。それでね、また、ネクスト U20TV でお会いしましょう。See you! 少しでも変えた状況 on the my way